はい、こんばんは、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学2020年4月14日火曜日です。で、本日は正の数、負の数を、3回続けてきたんですけど、その第4回目ということで平均の求め方という発想をやってみたいと思います。それではまずこの講座においてはだいたい10分から15分程度で発信をいたします。そして小学校高学年から高校生までを貫く共通事項を重視します。で、今は正の数、負の数という中学校1年生の最初に学ぶ単元のことをやってます。それから数学用語の英単語も復帰します。そして Google にクラスルームを持ってますのでご覧ください。それでは今私たちはコロナの危機の中で学校が休校ということになっているわけですが、ある時コロナを乗り越える数式を思いつきました。コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切ればきっと幸せの数字7、ラッキーセブンになるということで、あと少し頑張っていきましょう。それでは本日は平均値ですね。平均値、アベレージ、アベレージという言葉は聞いたことあると思いますし、ミーンバリューというふうな表現も言います。真ん中の価値ということなんですね。で、ミーンバリューというのは、船橋市民の人はなんか似たようなお店の名前知ってるんじゃないかと思いますけど、マックスバリューという店がありますね。あれは最大限の価値という意味合いの店の名前になってます。さて、平均値は集団、資料集団の個々の値の数の合計を集団の個数で割った値です。例えば5人の班での小テスト、10点満点の小テストの点数を、A 班は全員5点だから平均5点っていうことは分かりますね。で、 B 班は若干ばらつきがあります。で、 C 班もばらつきがある、C 班の特徴は、全体的にはちょっと5より低いんだけど1人だけ10点で頑張ってる。で、 D 班は、みんな4人とも0点なんで1人だけ10点取ってる。で、逆に E 班は4人10点なんだけど1人だけ0点というような感じですね。で、この時の平均値はどうすればいいかということですが、計算は簡単で、平均値というのは資料、の集団の値の合計を、個数で割ったものです。だからこの点数の合計値を5人で5という数字で割ればいいんですね。というと A 班は 5+5+5+5+5、25を5で割ったから5点。これは計算しなくても5点ってすぐに分かると思うんですけど、この3、4、7、6、5も実は足すと25になりますので、これも5点になります。ばらつきあるけど A 班と同じ平均点。で、 C 班も1人だけ頑張ったおかげで実は25点になって5点、平均点5点になります。で、 D 班は4人0点なんだけど1人10点頑張った人の貢献があって2点になってるんですね。この場合には8点になりますという形で、集団の個数を、集団の値の合計を、個数で割ればいいという、日頃皆さんがやってる計算ですね。さて、ただ、5人ぐらいだと、すぐに計算できるんですけど、10人班での小テスト、20点満点の小テストとなるとちょっと計算が大変です。A 班は、これは10点平均ってことは分かると思う、全員10点ですから10点平均は分かると思うんですけど、 B 班とか C 班とかD 班とか E 班の平均点はどうなるでしょうか。B 班と C 班、どうですか、皆さん予想イメージしてください。明らかに D 班はちょっと点数高めですよね。で、 E 班点数低めですね、平均点。でも B 班とか C 班は A 班とちょっと同じような感じかなというふうに予測はできますけど、正式に計算するとどうなるかというと、こういう計算になります。とにかく全値を足して、それ10という数字で割るんですね。これ、10という数字にしたのは計算がパッとできるから、で、本当は10という数割りやすい数字になってたに限らずに、これが9だったり15だ17だったりするので、その都度計算しなきゃいけないんですけど、こう10点ということになります。で、 B 班はこれは実はばらつきがあるけど10点になります。全部足すと100点ですので。で、 C 班は若干102、111点なんですね。そうすると11.1点ということになります。ちょっと高め、平均点が10点より高め。で、 D 班は、やはり予測通り高めで 14.3 点ということになります。で、 E 班も予測通り低めで 4.6 点ということになります。さて、
B 班はどうやって計算するかというと、小学校的には10個の数字をこう筆算でこう足し算していくんですね。これ小学校でやると思うんですけど、でこの小学校的にやって1の位をこう足し合わせて、いくつ繰り上がるかを計算をして、そして100という数字が出てきます。まあ、これ結構めんどくさいんですね。もう計算めんどくさいです。電卓があれば一発なんですけど、電卓がないとこれ計算めんどくさい。じゃあこれらの計算をもっと楽にする方法はないかというのが本日のテーマで、これが正の数、負の数ということに、重なっていきます。それではどうするかというと、実は12班での小テストの点数を10点を基準に、基準との違いを正負で表してみるんですね。その正負の数の合計トータルを、まあ計算してみるんです。で10点を基準に考えると、11点はプラス1点です。で、8点はマイナス2点です。で15点はプラス5点です。で最初ですから、まあプラスになったやつを青で表し、マイナスになったやつを赤で表して、違いをはっきりするようにさせたんですけど、そうすると青で表したもの全部足していくと23です。で赤で表したもの全部足すと23ですので、平均、基準よりも多いものと少ないものの差し引きがゼロになりますので、実はこれ押しなべると平均10点ということに B 班はなります。で C 班も10点平均でやりますとこうなります。こういうふうになります。それでこれをプラスを全部足すとプラス30です。でマイナスを全部足すとマイナス19ですので、プラス11が残るんですね。そうすると基準との違いは11ずれてるんですね、合計すると。ということは10人いるんだから1人平均 1.1 ずれてるとみなします。そうすると10点に 1.1 を足しましたので、あ、これちょっと答え書くの忘れてるんですけど、 11.1 点ということになります。11点、10点にずれの 1.1 を足して 11.1、平均値は基準と、基準とした10点という値と基準との違いの平均値、まあ、基準の違いのとの違いの合計値を個数で割ったものですね。11を10で割ったものということで、10足す 1.1 で 11.1 ということ答えになります。これが平均値を考えずに合計値を出す計算ですけど、まあ、この計算よりも楽に計算できますね。で基準を10に設定することで、プラスマイナスの値をやることで、昨日まで勉強してきたプラスマイナスの計算をうまく利用して、平均値が比較的楽に出せる。じゃあ D 班と E 班どうでしょうか。 D 班と E 班、明らかに D 班は点数が高い傾向にあって、 E 班は低い傾向にあります。でこれも10点基準で A 班 B 班 C 班のように10点基準で計算もできるんだけど、何点を基準にしたら計算が楽になるかちょっと考えてみてください。ここら辺ですね。はい、 YouTube 見てる人はちょっと基準考えてみてください。それではまず D 班は、実はまあなんていうかな、私たちって大体、5では5とか10のでの区切りに慣れてるということもありますので、まあ、15点を基準に考えるとちょうど10、まあ、平均15点あたりだというふうに予測できますから、15点を基準に考えるとプラス2、プラス、あ、プラス3、プラス2、これ0になります。で、プラス4、マイナス5というふうに計算してきまして、15点を基準にした形でその基準との違いの差し引きをするとマイナスになる、7になります。そう、15点プラス10分のマイナス7ですので、15点プラス、あ、マイナス 0.7 ですから、14.3 点ということになります。はい、ということですね。さて、E 班は、まあ、5点という数字が、まあ、なんとなくこれ平均の値に予測できるし、まあ、5という数字私たち慣れてるので、区切りとして、まあ、5を基準に考えるとこうなります。でそうすると、基準からのズレは合計でマイナス4、そうすると1個あたりの基準からのズレは 0.4、 マイナス 0.4 になりますから、5足す 0.4 で 4.6 点になります。さてもう一つ基準の作り方がありまして、基準というのは実は計算の都合でその計算する人が勝手に設定していいんですね。で5を基準にしたというのは、だいたい5平均あたりに予測がつくということと、5という計算私たち慣れてるから、5との引き算だったら暗算でパッと出しやすいというのがあります。でところが3点を基準に考えてもいいんですね。でなぜかというと、
基準にするものが4つあります。そうするとこれを基準にすると基準からのズレが0になってくるんですね。0になってくる。0というのは足し算引き算しなくてもいいので、まあつまり、計算するのが4つ減ってくれるんです。そうするとまあ基準は多分ずれてるんだけど計算数が減ることで、計算が楽になりますということでやりますと、基準からのズレが16、プラスの方のズレが19個、マイナスの方のズレがマイナス3ですので16になります。そうすると3プラス10分の16がずれて 4.6 点、まあ、結果的に同じ答えになりますというふうに、基準は計算の都合で自由に設定していいんですね。でこれが正の数負の数で何回も強調してきた正の数負の数というのは、まあ教科書の導入では気温の例とか開口の例というのが世の中的に分かりやすい例ということでやってるけれど、基準は、基準にする値は自由に変えることで、ことができるということで、基準はその時の場合によって設定を変えることができるんですね。で特にこの平均値の計算の時には基準を変えることができる。まあもう一つの例えとして、各校舎が、まあ、1階2階3階4階があって、各学年の、地面の高さからの基準だと、この、こういう3年生からするとこういう基準になるし、先生からするとこういう基準になるということで、各学年で、高さの基準が違ってくるんですね。で基準は結構いい厳格ではなくて、その時の都合で変えていいんです。でその時の都合で変えることで、実はこう自由なに計算ができるというのが特に平均を、する時の考え方です。それでは最後に入試問題やってみましょう。実際にこういうものが千葉県公立高校入試で出てますので、やってみましょう。図はあるクラスの生徒20人の冬休み中に読んだ、本の冊数であると。平均何冊読んだかということです。でちょっとこれ実際の問題は選択肢で正誤問題だったんですけど、まあ今日平均の話ですので平均値の問題ということで少し、まあデータは書いてませんけど問い方は書いてます。はい、0冊読んだ人が2人、1冊読んだ人が3人、2冊読んだ人が4人、3冊読んだ人が7人、4冊読んだ人が1人、5冊読んだ人が、3人です。でこれを全部冊数かける人数をかけて全部それを20人という数で割ってもいいんだけど、今日勉強したのは基準を設けて基準からのズレを考えるといいという発想をしましたので、その発想でやってみるとこうなります。3冊が一番大きいし、まあ左右にあるからちょっと3冊よりも若干少なめだろうけど、3冊があたりが平均に近いということが分かりますね。でそうすると3冊を基準に考えると0冊ならマイナス3です。1冊ならマイナス2、2冊ならマイナス1、3冊なら0、4冊ならプラス1、5冊ならプラス2になります。そしてそのズレに人数をかけるんですね。プラス2ズレてる人が3人、プラス1ズレてる人が1人で、3冊平均にしたところは実は何人いても0、ズレは0ですので、これ0になってくれるから計算しなくていいというのが、そのズレのところだけ計算するので、これズレ基準に設定したところは何人いても計算しなくてもいいというのが、まあ、この考え方が楽になる、この考え方で計算すると計算が楽になるもう一つの理由です。そして、2の場合にはマイナス1で、これが4人ですね。でマイナス2が3人、マイナス3が2人ということになります。でそうするとこれ 7-16 でマイナス9で、さっき言ったように基準と設定したものプラスそれとの違いの平均値ですので、3プラス20分のマイナス9ですので、3-0.45 で 2.55 冊ということになります。はい、もう一問やってみましょう。で6人のこれ2013年、先ほどのは2015年の、千葉県公立高校入試ですけど、これ2013年の問題。6人の生徒 A から F のそれぞれの身長から160センチを引いた値が記された表であると。で6人の身長の平均値は 161.5 センチメートルだった。この時 F の身長は
でこれ平均出したんだから本当は F は分かってるんですね。 F 分かってるんだけど、実はこの問題でここが折り目がついてて読めなくなってしまったという問題です。まあ、先生は一旦この平均値を把握したんでこの数字を持ってるんだけど、ここは折り目がついて読めなくなったからこれを計算しなさいということですね。今までは平均値のデータが、数値のデータが全部与えられてて、それから平均値をずれを計算したんだけど、これ発想が逆になります。平均160を基準値として設けてたようだと。で、平均値が、161.5 ですから、平均とのずれの平基準とのずれの平均が 1.5 ですね。でそれを考えて、計算してみてください。 F さんの身長は 何センチメートルかと。はい、こうなります。基準とのずれを平均が 1.5 プラスにずれてます。そうすると6人基準、まあ6人いますから、基準とのずれが 1.5 の人が6人、まあ平均で 1.5 の人が6人いますから、プラス9ずれてるはずです。そうすると、これが違いの合計値です。そうするとプラス8プラス5ですね。でプラス2マイナス2、プラス F の違いがプラス9になるはずです。でこれ全部計算すると13プラス F の違いがプラス9、そうすると F の違いがマイナス4になります。ということは F は平均の160センチから4センチ低いから、 F の身長は F さんの身長は156センチということになります。以上のように実際の千葉県公立高校入試の問題もこの平均というのを意識して出されております。で実は、ついでに言いますと、このグラフはヒストグラムと言いまして、これ統計というちょっと中学校1年生の一番最後の分野でなされる分、まあ、このグラフの、考え方なんですが、まあこれは本日の中学校1年生の最初の政府の計算でも、まあ、この、グラフの意味さえ分かればできるので、中1の最初の分野の説明の、問題として使わせていただきました。またいずれその統計の、中1の最後の分野の話はする機会があると思います。それではご清聴ありがとうございました。